ウトロ地区の町並みウトロ地区は、京都府宇治市伊勢田町51番地に所在する地区。在日韓国、朝鮮人の集中地域の一つで、陸上自衛隊、大久保駐屯地の北隣に展開している。戦時中に計画された、飛行場の募集に参加した、日朝建設労働者とその家族の使っていた販売を、源流とする。韓国人の多い地域としては、朝陽以前から日本に、 居住していた朝鮮人をベースに、ここに1930年代末にはすでに日本に渡ってきてた朝鮮人、さらに戦後も帰国せず、日本に住むことを選んだ一部の非徴用者たちが合流して形成された。韓国国内は知られていないが2006年末の韓国政府の報告書には、ウトロの住民は徴用者ではなく、元から日本に居住していた朝鮮人が、 ほとんどと明示されていた。2016年には、家屋の解体が始まり不法選挙状態が解消、再開発が始まった。ウトロ地区とはあくまで通称であり、正式な地名ではない。本来の正しい地名は、ウト口であるが、語気やご読によって、ウトロへと変化したと考えられている。北海道のウトロとは関係していない。 第二次世界大戦中の1942年2月に京都飛行場と併設の飛行機工場の建設工事が正式決定した。日本国際航空工業が建設工事を受け負い、工事には約2000名が従事した。従事者の約1300名が朝鮮人であり、彼らとその家族が生活していた1943年建造の半売が 現在のウトロ地区の前身である。かつて当地区住民側は居住権を主張する根拠として、ウトロ住民は1944年9月から1945年3月までの間、出稼ぎに来た朝鮮半島出身労務者とその子孫であり、ウトロ住民の居住権は日本政府、もしくは原因企業の日産車体、ひいては母体の日産グループが保証すべきであるとし、 地主企業の西日本食産との法廷闘争と並行して日本政府及び日産グループを相手方として闘争を展開してきた。しかし、ウトロ地区住民の作るウトロ国際対策会議などによると日本国際航空工業の1300人の朝鮮人労働者たちはほとんどが国民徴用令や国家総動員法による徴用で来日したわけではなく、 経済的理由で移住してきたものであるとしている。朝鮮人らで組織されているウトロ町内会の調査では、2005年時点ウトロ地区にクラス65世帯のうち、大戦中に飛行場建設工事に関わった一世と子孫、その親類演者戦後にウトロに移住してきた家族とその子孫が、それぞれ3分の1ずつを占めるとされる。 65歳以上の高齢者を含む世帯が30世帯。その中で、高齢者だけの世帯が16世帯20人。生活保護世帯が全体の約20%である。このように、若い世代は、ウトロから転出し、高齢層は日本から生活保護を受けることで残っている傾向にあるとしている。しかし、韓国の国務総理参加の日程共戦下での強制動員被害者の 真相究明委員会も2006年末の報告書でウトロ地区住民について強制徴用者ではなく元から日本に居住していた朝鮮人がほとんどと明らかにしている。また水野直樹は講演で戦時中に鉱山での過酷な労働を嫌って逃げ出した朝鮮人労働者が多く軍指定の労働のためここで働けばまた徴用に合わないと ウトロ地区に来た者もいたと述べている。よって、ウトロ地区は、朝陽以前から日本に居住していた朝鮮人を基盤とし、これに1943から1945年3月までに、来た後に帰国しなかった非朝陽者が加わって、戦後に地区に来た朝鮮人ら形成されたものである。1945年7月、飛行場が、 米軍に爆撃されたことを受けて航空機工場は生産活動を停止し、従事者のすべてが失職した。終戦と同時に飛行場の建設が中止されると、彼らが居座る理由も法的な根拠もなくなり、さらに、同基地と付帯設備は GHQ が接収することとなった。朝鮮人労働者の大半は帰国したが、GHQ からの退去勧告及び、 朝鮮への帰国要求を拒否した朝鮮人労働者は不法に残留し続け GHQ が接収できなかった元半売が朝鮮人集落の原型となった。これは朝鮮までの船賃が労働賃金の数ヶ月分にも相当するほど高額で苦面できなかったり GHQ による無償の相関事業から漏れる投して帰国できなかったためである。朝鮮人の集落は 日本各地に存在するが、私有地の不法選挙という点で、ウトロ地区は他の地域と事情を意味する。日本国際航空工業の合併等により1962年の7月に、ウトロ地区の土地所有権は日産車体後期へと移る。1980年代、不法選挙であることを理由として、水道管の布設を認めない、日産車体側と人権問題であるとして、 水道管の布設を認める、要要求する、ウトロ地区住民側が対立。1987年3月、日産社体が水道管の布設を認める結果となった。1987年3月、日産社体はこの問題を解決するために80世帯380名が居住するウトロ地区の全土地を、同地区の自治会長を自称する、平山ます。 夫こと巨匠級に3億円で売却した。元に資金を融資したのは在日本大韓民国、居留民団系の金融機関の旧、大阪商銀であり、その融資の連帯保証人となったのは在日本大韓民国居留民団の京都、地方本部団長であった、河平局である。2ヶ月後の1987年5月、巨匠級は、ウトロ地区の土地を、 同氏が設立した西日本食産という名の不動産会社に4億4500万円で転売した。西日本食産は同年4月30日に貨幣局が100万円の資本金を出資して設立されたばかりの有限会社であり、設立当時は同氏の親族が代表で巨匠級が役員であった。大阪商銀は西日本食産への融資に対し、 ウトロ地区の土地に極度額5億円の値定当権を設定した。登記簿は中間省略され、日産車体から西日本食産への売買の形で所有権移転登記が行われた。国土利用計画法第23条によるとけでは1986年12月4日に日産車体と平山より出され、 京都府は審査の上問題ないと判断し1987年1月13日に通知をした。しかるに、西日本食産への売却に際しての届けではなく、同法違反の疑いがある。西日本食産の代表取締役が、一時期この平山マスオトであったという事実もあるので、その辺は若干ルーズに行われた可能性がある。1988年9月、 合併局は、ウトロ地区の土地を所有する西日本食産ごと、金沢土建という土木建築会社に売却し、ウトロ地区から手を引いた。なお当時は、バブルの絶頂期であり、当期目的での短期間の土地転売によるリザや稼ぎが全国で横行した時期でもあった。西日本食産は、ウトロ住民側に土地の明け渡しを申し入れたが、住民側が応じなかった。 1989年2月、西日本食産は住民に対し、ウトロ地区の土地購入または退去を求める民事訴訟を提起。それに前後して、同胞に対する配信行為によって、巨額の採掘を手にした元は、ウトロ地区から姿を消し、以降の所在が不明となる。西日本食産とウトロ地区住民の間の民事訴訟は長期化し、2000年11月、最高裁にて、 ウトロ地区住民側の全面敗訴が確定。1988年、当時の西ドイツの自動車メーカーであるダイムラー・ベンツは第二次大戦中に同社で強制労働に服されたユダヤ人からの保証請求に対し2000万マルクを支払い、同社の自動車博物館の正面に彫刻物を設けた。この事実を知ったウトロ住民は上京し、日産車体と 日産自動車に対し保証を要求しようとしたが、面会は拒否された。1993年9月、住民代表は渡米し、ロサンゼルスで北米日産や日本領事館前でデモを行った。ダイムラー・ベンツは学者に依頼して1994年5月、ダイムラー・ベンツにおける強制労働者と称する調査報告書を出版した。それによれば、 ダイムラー・ベンツのルチェツオフ工場には、ユダヤ人強制収容所からの労働者が運び込まれ、工場付属の強制収容所に700人が宿営させられた。30人用のバラックに100人のユダヤ人が宿営され、労働を通じての殲滅への移行の一つの代表例で、賃金は会社より国防軍当局に支払われ、労働者に直接渡らなかった。二千四年一月、 西日本職産から、役座出身で、右翼団単員の井上正美という個人に、ウトロ地区の土地の所有権移転登記がなされた。同年6月、西日本職産が井上へのウトロ地区の土地の所有権移転登記の無効を主張して、民事訴訟を提起。井上は、2005年5月、韓国のマスコミからのインタビューにおいて、自身が在日韓国人三世であることを明かし、 韓国政府にウトロ地区の土地を5億5 0万円で購入するよう要求し、韓国政府によるウトロ地区住民への支援に関する論議の発端ともなった。同年11月、当時の韓国外交通商部長官であった半期分も韓国の国会で韓国政府によるウトロ地区住民への支援について言及している。2006年9月、 最高裁は、井上へのウトロ地区の土地の所有権移転登記は無効であり、西日本食産をウトロ地区の土地の所有者と認める旨の判決を下した。同月、井上は、ウトロ地区の土地の売買に際しての逮捕監禁致傷及び強要の容疑で埼玉県警川口警察署に逮捕された。2004年9月に、 韓国で開かれた国際会議にウトロ住民4人が出席し、ウトロ問題を訴えたことを機に、韓国の政府関係者や国会議員グループなどの視察が相次ぎ、韓国内でにわかにウトロ問題への関心が高まった。その後、韓国の市民団体によるウトロ救援募金が約6,500万円、韓国政府の支援金が約3億6,000万円拠出され、 2007年9月28日、西日本食産とウトロ町内会で、地区全体のほぼ半分を5億円で買い入れる合意が成立している。2007年に、ウトロ町内会は、地区内に公営住宅及びウトロ記念館の建設を求める要望書を山田刑事京都府知事に提出している。私有地に税金で公営住宅を建築するべき根拠、理由が全く見当たらないため、 当時の国土交通大臣、冬柴鉄道は、国、京都府、宇治市の三者による協議会設置を指示した。2009年6月13日に集中豪雨により、ウトロを含め小倉、伊勢田の一部で浸水被害を受ける。2008年7月にも浸水被害を受けており、ウトロ地区は古くからたびたび床上、床下浸水の被害に遭っている。 ウトロ側の地盤を運搬して、滑走路側を整備したために、周りの土地に比べて低地になっていることから浸水し、安いと思われているが、実際は、大雨の度に、都市毛水路が一水を起こすことに起因する河川の問題である。宇治市議会にて何度も議題に上がっているものの、同市が、同地区の中を流れる伊勢田八号水路を回収する、権限を持っていないことが大きく影響している。 2010年10月、固定資産税の滞納が原因で、地権者の西日本職産は、宇治市に土地を差し押さえられていたが整理改修機構も再建を持っており、買い取り予定の東側土地の再建分配案を、西日本職産が9月に提示したが、宇治市が10月下旬に拒否した。宇治市は全額を改修しないと、税の公平さにかけ、住民訴訟になると判断したと話している。 2011年1月、宇治市は西日本食産より土地売却代金の治市が再建を持つ約3000万円を全額配分する新たな案を提示されて了承した。なお、2010年5月に住民が設立した財団法人が1億3000万円で東側の一部の2750平米を購入し所有権移転が実現したが、 韓国政府の支出する30億本はその後の円高を安で約2億円弱に目減りし購入可能な土地面積は当初予定のほぼ半分になってしまった。市営住宅一期棟2011年8月10日ウトロ畜住環境改善検討協議会が約3年ぶりに開かれ基本構想策定に向けた作業が動き出した。協議会は今後住民の合意を得て 地区の基礎調査を行い、公的住宅の建設などの事業手法を検討する。協議会には、木下和也、国土交通省住環境整備室長、黒瀬敏文副総務部長、川端治、副市長らが出席。協議会は10年2月頃から、住民側が取得した土地を無償で提供してもらうことや、除却した家屋の保証を行わないことなどを、町内会に説明しており、 住民の合意を得るために協議を続けていることが報告された。なお、これに先立って、宇治市で7月31日に行われた居住福祉サミットでは、ウトロを守る会の田川明子代表が、行政は無償で土地を提供すれば、住宅を建てる。建物の保証はしないというが、他の地域では建物の保証をしている。ウトロでも同じようにしてほしいと述べている。 2012年1月30日、ウトロ地区獣環境改善検討協議会が開催され、不法占拠状態にある土地の建物撤去について、ウトロ町内会役員が総会で保障を求めないことを決めたと報告。これを受け、国は来年度予算で、同地区に社会資本整備総合交付金を初めて計上し、住民の意向や住宅の状態を調べる基礎調査に乗り出すとしている。 同地区の土地は、ウトロ民間基金財団、韓国政府が支出したウトロ一般財団法人、不動産会社、西日本食産の3社が所有。協議会は両財団から土地を無償で借り、公的賃貸住宅を建てる計画だが、住民全員の同意と建物撤去に保障をしない、ことを条件にしていた。国土交通省の木下和也、住環境整備室長は、 一日でも早く住環境の改善が図られるよう総合交付金で来年度できるだけ支援したいと語ったと毎日新聞では伝えている。2016年市営住宅建設のために家屋の取り壊しが始まった。2018年4月時55世帯130人の住人は再開発の際に建てられる市営住宅に住むことになるとされている。 2017年12月27日に40世帯分の市営住宅一基棟が完成した。今後は残りの住宅と並行して道路の整備を進める。韓国本国ではウトロ地区が韓国人が徴用されて形成されたとしてテレビで取り上げられることがあり、2015年にもウトロ地区が取り上げられた。韓国ではウトロ地区の成り立ちをほぼすべて非徴用者や、 子孫のように誤った報道をすることで、反日感情を煽ったり、著名人が指示をしたり、募金活動をする動きがある。韓国広報専門家のソギョンドクサネの部女子、大学教授は、女優のソンヘギョと共に、ウトロ地区に韓国語で書かれたウトロ地区のパンフレットを寄贈した。ありがとうございます。